なんか、獅子落としみたいなのが鳴ってますね。そうね、ホラーって感じがするね。とりあえず先に挨拶しましょはう。こい。んにちは、ジュンジュンです。ピアンです。さて、今日やっていくゲームは、彼と彼女の怖い話というゲームをやっていきたいと思います。なんかさ、恋愛のゲームにさ、あるよね。僕と彼女と彼女の恋だっけ？なんか、またロードするんでしょみたいなやつでしょ。そう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 。これでもネタバレになるから言ったらダメなやつかな。はい。とりあえずあらすじ読んでいきます。彼と彼女の怖い話。のんびりしたくて訪れたワンランク上の温泉旅館。夜更けに彼女と大浴場、かっこ混浴じゃないよ、に来たけど何かがおかしい。怖い話ばかりする彼女と俺のホラーかもしれないナンセンス温泉コメディ。ナンセンス温泉コメディってなんだろってことはでもホラーとも書いてあるんだよね。何とも言えう。ませんな。プレイ時間は10分ってことなので、ちょっと短いと思いますが、やっていきたいと思います。じゃあ、始めから。うっすらと女の人がさ、最初の画面出てたね。出てたね。怖っ。なん怖いかな。結構怖いね。この温泉旅館に来たのは、ちょっとした思いつきだった。くつろげる部屋と美味しい食事。いい気分で、ついつい夜更かしした。一眠りする前に、汗を流したくなって、旅館ご自慢の大浴場に向かった。ただ、それだけのはずだった。だからはやめた方が、ねえ、聞いてる？聞いてる聞いてる。バッチリ聞いてまーす。嘘です。全然聞いてませんでした。ここが大浴場ね。ここの大浴場は初めてだから楽しみー。一人で入れる？一緒に入ってくれるの？と脊髄反射で聞き返しそうになって、慌ててお口にチャックした。お口にチャックってさ、キングコングじゃないんだから。言った瞬間、ゴミ虫を見る目つきで愛想尽かされるのは間違いないから。じゃあまた後で。でも別に一緒に帰るぐらいはいいと思うけどね。なんか消える時の音がむやむやみたいな。なんだろう。私、止めたからね。なんだこれ、あれ？なんだこれ。意外と明るいっていうか、かわいい。ちょっと明るいね。まあ、コメディってなってたからな。やった、誰もいない。時刻は朝の5時前。外はまだ暗く、空にはぽっかり満月が浮いている。こんな時間に風呂に入る物好きなんて俺くらいだよな。貸切大浴場最高。早起きって素晴らしい。私も温泉旅行行った時これぐらいの時間に入ったよ。なんか一番っていう感じとさ、一人っていうのがめっちゃよくてさ。確かに誰もいないからね。俺の場合、早起きじゃなくて夜更かしだけど。こんな時間でも露天風呂やってるんだ。これは入るしかない。ヤッホー。手入れの行き届いた岩風呂。月が水面に映って、ゆらゆら揺れる。坪庭には、獅子おどし。カコーン、カコーンといい音がしている。水を溜める、あの井戸っぽいの、名前なんだっけ？これなんだろう？なんだろう。確か、つく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 。そうだ、つくばいだ。全然知らない。わかんなかった。すっきりしたところで、あたりをぐるりと見回した。反対側には、いかにも和風な白壁。壁の向こうには女湯と見た。覗きに行くのか？この白壁は漆喰かな？手を伸ばして壁に触ると伝わってくるザ・高級感。当たり、本しっくいよ。反対側から話してるんだ。こういうのってさ、ドラマとか アニメとかではよく見るけどね、こう、壁越しにさ、話をするみたいな、男湯と女湯でね。確かに。実際やったことないや。壁の向こうから彼女が返事した。露天風呂で声がするということは、俺と同じく彼女もすっぽんぽん。今、よからぬことを考えてるでしょ。まさか、彼氏と彼女なんだからさ、別に良くないか？もう何度も裸見てるよね、多分。一緒にお風呂入ったりもするやろ。それはカップルによるんじゃない？そっと白壁から距離を取った。そうだ、白壁といえば、
4月4日4時44分44秒に白い壁に触るとね、異次元に飛ばされちゃうんだって。そんなことある？へぇ。へぇ。へぇボタンみたいな。へぇ、へぇだけに？反応薄。階段なんだから怖がってくれなきゃつまらないんだけど。全然怖くなかったので別のネタを希望します。わあ、ムカつく。今時その程度で怖がるやつなんていないと思うよ。ん？ちょっと待って、今日って4月4日じゃなかったっけ？部屋を出たのが確か4時半過ぎ。あれ、白壁にも触った、触りまくった。あれ、ちょうど44分頃？サイレントヒルか。うん、まさか俺異次元に来ちゃった？なわけないか。寒っ。湯船を出た瞬間、冷たい風が吹きつけてきた。早春の、しかも夜明け前の屋外は結構寒い。急いで露天風呂から室内に戻った。鏡の前に腰掛けて髪を洗う。ここの洗い場には両サイドに間仕切りがついていた。シャワーの水は飛び散らないし、どこからも覗かれないのもいいね。でも今関係ないじゃん、ね、今の時間に入っている、うんうん、しかもこの間仕切りは鏡付き。え、三面鏡として使える優れものだ。え、それ怖いな。ちょっと怖いね。さっきの続きだけど、ちょうど同じタイミングで中に入ってきたんだ。ギャー、嘘だろ、男湯に入ってきた。入ってきてるんだ。そうだよね、男湯なんだ。とっさに大事なところを両手で隠した。壁の向こうにいるとかじゃないのか。だよね。でも男湯に入ってきたって言ってるから、ここは一緒なのか。っていうか隠すほどなのか。まだ初めて行くのかな。え、ね、上を隠すのが西洋文化で下を隠すのが東洋文化というのは知らなくていい豆知識、諸説もある。ってことは西洋文化だと隠さないんだ。私温泉入ったら隠さないで歩くけど。すっぽんぽんだね。だってみんな裸じゃん。そうね、全然怖くないわな。まあもうずっと行けてないけどね、温泉このご時世さ。今ここの状況じゃ行けないね。他に客はいないけど男湯に入ってくるなんて非常識すぎる。文句を言おうと振り向いた。誰もいない。嘘だろ、確かに声がしたのに。その耳だったにしてははっきりと聞こえた。その耳って階段の定番だよな。ゾワリと鳥肌が立つ。暖かいはずの大浴場の温度が急に下がった気がした。おーい、ひい、何驚いてんの。どこから喋ってんだよ。女湯。女湯にいるお前の声が聞こえるはずないだろ。男湯と女湯の間の壁は上が空いてるから声は普通に聞こえるよ、うん、ただのビビりだ。そんなわけない、上が空いてるなんて不用心すぎだろ。そういう店あるよね。あるよね。本当に空いてるのなら覗き放題で最高だけどさ。洗い場の上をよく見てよ。空いてる。もしかして俺に覗けと神様が囁いてる。温泉神と書いて神様になってる。銭湯や大浴場は通気を良くするために上を開けて設計するの。通気のためだったんだ、上開いてるのって。決して覗くためじゃないからね。するなよするなよって。ですよね。それはさておき、よかったその耳じゃなかった。さっきから階段ばかりで頭の中が階段モードになってたよ。鏡の中の自分があからさまにほっとしていた。鏡を見てたら思い出したんだけど、合わせ鏡の7枚目に映る顔って死に顔って知ってた？合わせ鏡ってさ、だんだんさ見えなくなっていくよね。7枚目なんて見えるのかね。7枚ぐらいだったら見れるんじゃない。合わせ鏡自体が私不気味だからさ、うん、あんまり見ないようにして。やると楽しいよね。楽しくない、だから怖いんだって。思わず三面鏡に映る自分をガン見する。1枚2枚3枚、1枚2枚3枚、どんどん歪んでいく自分の顔。俺ってこんな顔してた？自信がなくなってきた。
歪むの？合わせ鏡するとだんだん歪んでいくよね。そういえば鏡に向かってお前は誰だと言い続けると発狂するって聞いたことがある。俺も聞いたことあるよ。私もなんか実験でやったみたいな話聞くよね、うん、なんか朝起きてお前は誰だって言い続けるんでしょ。そうそう鏡のある場所にいたくなくて洗い場から逃げ出した。ふう、また外に来てる。獅子落としの音を聞きながら肩まで湯に浸かる。偉いぞ。気持ちいいけどさっきまで感じていたふわふわとした高揚感はきれいさっぱり消えていた。あいつが変な話するからいい気分が台無しじゃん。八つ当たりだ。でも文句ぐらい言っても許されると思う。たまたま取れた有給とたまたま予約できたワンランク上の旅館、めったにない貴重な時間をダメにされたんだよ。誰にも邪魔されずのんびりするつもりだったのにな。白壁も空耳も合わせ鏡も階段としてはそんなに怖い話じゃない。なのにどうしてこんなに怖く感じるんだろう。もうさ、実は彼女の声じゃなかったりしてね。それあり得るね。その白壁に触った時点で異次元に飛んでて、彼女に聞いてみたら、え、何のことみたいなさ、そんな話だったりしてね。あるかも。温泉まで来てないみたいなね、あれ何かが引っかかった。大切なことが抜けてる。そんな違和感だったらこの階段は知ってる。ドア、露天風呂まで追ってくるなんてストーカーか。眠気が吹っ飛ぶぐらい怖い話を聞かせてあげるね、なんか星から喋ってるみたいだよねこれね。天の声みたいになってる。もうすでに怖いからやめてください。いえいえ、どうぞ遠慮なさらず。俺が悪かったからさ、楽しい話をしようよ。ねえ。っていうか楽しいことしたいんでしょ、この後。朝から何してんだかってね。風呂入ったし、みたいな。有給取って、次の日は土日でみたいなね。彼女の名前を呼ぼうとして言葉に詰まる。名前が思い出せない。え？彼女は妄想だったのか？一人で来てたとか。どうして？一緒に旅行に来た彼女の名前を忘れるなんてあるか普通。合わせ鏡のせいで本当に頭がおかしくなった。そこまで考えてふと気づく。一緒に旅行に来た彼女ってなんだ。俺一人で旅行に来てたよね。そんな気がしてた。たまたま取れた有給って言ってたからさ。だってたまたまってことは人と合わせてないってことじゃん。彼女が学生とかさ、彼女が働いてないとかだったらいけなくはないけどね。旅館は当然一人部屋。旅先でナンパもしてない。他の宿泊客と交流もない。一緒に大浴場に来る彼女なんていない。いつから一緒に旅行していると思い込んでいた。お、なんか綺麗な女の人が出てきた。はい、タオル。めっちゃ可愛い。まるでいつもの習慣のように自然に差し出されるタオル。これは誰だ。さっきまで風呂に入っていたとは思えないぐらいきっちりと着込まれた時代錯誤の着物。誰もいない風呂で執拗に怖い話を語りかけてきた彼女。思えば最初からずっと変だった。2回も露天風呂に入るなんてよっぽど好きなんだね。なんか中井さんみたいな服だね。1回でやめておけばよかったのにね。怖っ。まさか幽霊。ねえ知ってる？古い井戸を覗くとね、井戸の中から世にも恐ろしいものが現れるんだって。見たいでしょ。見たくありません。ここには井戸がないから無理だよ。それで獅子落としなのかな。あ、なるほどね。井戸ならあるじゃない。ほらここにあるね。彼女が指さしたのは筑波井だ。井戸じゃない、あれは筑波井だよ。井戸だって、よく見てよ。いや見ちゃダメだよ。あ、井戸になった。え？ね？貞子が出てくるのかな。くる。筑波井が井戸になった。中を覗くといいよ。の、覗きは犯罪なので遠慮します。いいからいいから、早く逃げろ。ほら何が見える？
何を覗くなんてエッチなことできません。死ぬほど怖い目に遭うといいわ。ごめんなさい。見えた？真っ暗で何も見えない。もっと顔を近づけて。もっとよく見て。本当に何も見えないんだって。見えてるはずだよ。真っ黒な画面に映る自分の顔が見えるでしょ。そういうことね。なんで恐ろしいのそれが。プレイヤーに言ってるんやろ。そっか、自分の顔が映ってるってことね。黒い画面に。まあでもこのディスプレイにあんまり映ってないけどね。二人の顔が映ってます。そうかな。だし画面の前にいない。あー行っちゃった。軽い冗談だったのにな。でもあれで酔いも覚めたでしょ。彼はうちの旅館のお客さんだ。私はしがない下っ端従業員ですが、何か？早朝の風呂掃除に行こうとしたら、大浴場に向かう彼と遭遇した。アルコールの匂いがしたから、酒気帯び入浴はダメです、と注意した。なのに酔ってないの一点張り。ありえない。番頭さんを呼びに行っている間に、勝手に入られて、歴史でもされたら大問題。かといって、一緒に男湯に入るわけにもいかないし。だって私、痴女じゃないもん。仕方ないから、女湯を掃除している間、ずーっと彼に話しかけることにした。生存確認みたいな。絶対眠らせないように。少しでも酔いが覚めるように。知っている限りの怖い話を話し続けた。彼が2回も露天風呂に行った時は、さすがに不安になって、男湯まで見に行った。いや、だから私、痴女じゃないからね。ちなみに、つくわいが井戸になったのは、朝日の加減でそう見えるだけだよ。最後は悪乗りしちゃったけど、お客さんもしっかり目が覚めたみたいだし、結果オーライだよね。ほんと事故が起きなくてよかった。こんな怖い経験は、もうこりごりだよ。あ、タイトルが変わってる。彼と彼女の全然怖くない話になっちゃった。じゃあちょっと後書きがあったんで後書きを読んでみましょう。この度は、彼と彼女の怖い話をプレイしていただきましてありがとうございました。全然怖くなくてすいません。このゲームはゲームの途中で急に自分の顔が映ると怖いよねという話から、だったら顔が映るホラーゲームを作ろうというあさってな方向のコンセプトで完成しました。結果ホラーなのは表紙だけ。なんでこうなった。左は服を着てる主人公と普段着のヒロインです。二人ともユニクロ派です。ユニクロ派なんだって。ティアンと一緒じゃん。うちらと一緒だね。いや、俺はシマラーだから。そうなの？私ユニクロしか着ない。あの後、チェックアウト時に彼女の正体を知った主人公は、二度と深酒はしないと心に誓うのでした。だってさ。二人ともすごい綺麗な顔してる。うん、つけちゃうよ。はい、ということでプレイしました。面白かった。なんか安心してできるホラーっていうか、適度な怖さっていうかさ、うん、あの表紙めっちゃ怖かった。彼女だと思い込むっていうさ、のがあったから話がちょっと見えなかったんだ。ただ酔っ払って彼女だと思い込んでただけだったんだね。それって主人公の願望？よっぽど彼女欲しかったんだ。まあちょっとおかしいと思ったのは、彼女なのに覗くとかさ、そういうのもしなくてもよくないか、こんな温泉旅館に来るんだからとはちょっと思ったけどね。まあね、一緒に旅行するほどの間柄だったらさ、そんな、まあ多少のことはね。ただその初めてのお泊まり的なのはあるかもしれないけど、たまたま有給が取れたっていう流れだったらちょっとおかしい気もするね。そこが引っかかったところだよね。じゃあ今日はここまでですね。結構楽しめたゲームでした。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。今日の動画はここまで。チャンネル登録や高評価してくれたら嬉しいな。 Twitter もやってるからフォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。